皆さんこんにちは。ラベンダーハウスの太田美和です。スピリチュアルヒーラー&占いカウンセラー、そしてアセンションのサポートをしています。今私はグラウンディングと瞑想がとても大事だと実感していまして、そのためにこの瞑想の誘導瞑想を朗読して、それを皆さんに YouTube でお届けしようと思って、今から朗読をさせていただこうと思います。今日行う瞑想はチャクラの瞑想です。チャクラの瞑想は皆さんをより深いトランス状態へと導いてくれます。チャクラの瞑想には下の一番下のルートチャクラから頭のてっぺんにありますハイヤーセルフとつながるためのクラウンチャクラに、下から上へと順番にこのチャクラを浄化してくれる作用があります。それでは今から朗読をしますので、ゆったりと椅子に腰掛けていただきまして、そして足はできたら靴下を脱いでいただいて、床にしっかりとつけていただき、手は手のひらを上にして太ももの上にそっと置き、そしてゆったりとリラックスをして行ってください。この瞑想は15分くらいかかりますので、この世を始める前にお手洗いとかに行っておいてください。途中で喉が渇いたら水分はご自由にとってください。それでは朗読をさせていただきます。チャクラの瞑想、誘導瞑想いたします。自分の呼吸を意識してください。自分の呼吸を感じ、呼吸の音に耳を傾けます。呼吸が連続的になるようにしてください。吸う息と吐く息が一つ流れになるようにします。そして呼吸のペースを落としていきます。お腹のあたりまでゆったりと深い呼吸をします。力を抜いてそっと呼吸をします。足のつま先に意識を向けてください。その筋肉が緩んでいくのを感じます。すべての緊張が抜けていきます。そのリラックスした感じが波のように全身に広がっていきます。つま先から頭のてっぺんまで全身が緩んでいきます。もう一度呼吸を意識してください。息を吸うときに白い光が体の中に入ってくるのを想像します。愛と保護を意味する白い光が全身に巡っていくのを感じてください。あなたは常に守られていることを覚えておいてください。それではあなたの聖域である美しい自然の中にいるところを想像してください。それをリアルに思い描いてください。それを感じ取り、見て聞いてください。そしてあなたの特別の扉を見つけます。扉を持ち上げ、下へ続く階段を降りていきます。一段一段地中深く降りていってください。あなたは一段降りるたびにさらにリラックスし、一段降りるごとに下界から遠ざかっていきます。階段を降りきると目の前にドアがありますので、ドアを開けて特別な部屋に入ります。周りのものにちょっと馴染んでみてください。座り心地のいい椅子、鏡、そしてキャビネットがあります。部屋の残りの部分は好きなように飾り付けてください。部屋の右手にカーテンのかかったくぼみがあります。カーテンを開けると、そのくぼみから岩をくり抜いた道が続いています。そこは螺旋階段になっているので、一段一段降りていってください。あなたはここに何度も来ていますので、岩をくり抜いた階段は
滑らかになっています。そして壁の岩肌もあなたの指で滑らかになっています。深く深くその螺旋状の階段を降りていってください。階段を降り切るとそこには地底湖が広がり船着き場があります。その船着き場にはボートが一艘あります。ボートに乗って横になりリラックスしてください。横たわるとそのボートはあなたにぴったりなのであなた用に作られたのだということがわかります。あなたを乗せたボートは今地底湖をゆっくりと流れ始めます。ゆったりと漂っていきます。向こう側には地底の通路があります。ちょうどあなたを乗せたボートが通れるか通れないかぐらいの大きさです。ここは時代を超え時間のない空間です。壁にはパチパチと松明が音を立てて燃えています。そしてその光が暗い水面を映し出しています。波がチャプチャプとボートの腹に打ち寄せています。この通路をボートは曲がりくねりながら流れていきます。やがてボートは丸い部屋へと流れ着きます。その部屋の中央には渦がありボートはそこへ流されていきます。そしてその渦に沿ってボートもゆっくりと回転し始めます。ボートの脇を眺めていると自分自身の体が沈んでいくのがわかります。あなたの体が水面から水の中へとゆっくり回転しながら入っていきます。呼吸する必要はありません。水の中では安全でいられます。上の水面にはボートが漂っています。そしてあなたは漂うように水の中を降りていきます。自分の周りで水の流れが止まったのがわかります。それでもあなたの体はゆっくりと回転しながら深く降りていきます。今自分の体が赤い色で包まれているのがわかります。あなたの中も外もすべてが赤く染まっています。そして肉体を意味する赤い色からオレンジ色へと次第に色が変化していきます。体はゆっくり回転しながら降りていくのを感じます。さらにゆっくり回転しながら降りていくと色はオレンジ色から知性を表す黄色へと変化していきます。ゆっくり回転しながら降りていくと調和を意味する緑色の中に入っていきます。ゆっくりと舞い降りながら色は自己愛を意味する明るいブルーへと変わっていきます。そして自己認識と自己表現を表す青の中へと降りていきます。次に五感を超えた認識を意味する藍色の中へと降りていきます。さらに回転を続けながらゆっくりと紫色の中に降りていきます。紫色はハイヤーセルフあるいはスピリットとのつながりを意味する色です。やがてあなたはゆっくりとこの岩穴の底に着地します。脇を見ると岩の一部が横に開いていてそこに空間が見えます。その中に入るとそこはクリスタルでできた洞窟です。ありとあらゆる大きさ色形のクリスタルが周りを彩り光り輝いています。そしてそれぞれのクリスタルがあなたの必要に応じてチューニングされています。洞窟の中央にはクリスタルの王座があります。部屋の中央に歩いていってその王座に腰を下ろします。
この王座はあなたのために特別に作られています。まるで第二の皮膚であるかのようにぴったりと体に合います。頭の周囲にはローズクォーツがはめ込まれていてスピリットとのつながりを促進してくれます。背中にはスモーキークォーツ煙水晶がはめ込まれていて、あらゆるネガティブなものからあなたを守ってくれます。そして腕と手には透明な水晶がはめ込まれ、明晰な認識を助けてくれます。王座に座りながらご自身にアファメーションを行ってください。私の後に続いて実際に声に出して言ってみてください。この美しい日を境に、私はハイヤーセルフからのエネルギーをきれいに通します。私が聞く必要のあるあらゆる質問に、私の中から答えを得ます。私にはその答えがあることがよくわかります。そして内なる知識へと私をオープンにします。アファメーション終わりです。そして頭のクラウンチャクラが開いていくのを感じます。ハイヤーセルフのエネルギーがあなたの中に流れ込んできます。白い光、紫色の光、黄金色の光です。あなたの中に入ってくる光があなたを無限の源とつなげて、無限の源とつなげてくれるのを感じてください。それがあなたの体をいっぱいに満たしていきます。それでは意識を自分の周りから宇宙へと広げていきます。そしてご自分の指導霊や教師のスピリットを呼んで助けを求めてください。その存在を示してくれるよう頼んでみてください。イメージが見えてくるかもしれませんし、なんとなく感じられるかもしれません。ご自分の周りの空間を感じてください。もしご自分の背後にその存在が感じられるようでしたら、前に回ってくれるように言ってください。そして自己紹介をしてくれるよう頼んでみてください。彼らは誰でしょうか？あなたとどんなつながりがあるのでしょうか？どうやってあなたを援助してくれるのでしょうか。しばらくそこにいる人たちとコミュニケーションを図ってください。そしてその場所のフィーリングを味わってみてください。ここでは少し間を置いて、この YouTube の動画を止めてご自身でちょっと瞑想をしてみてください。いいと思ったらまた再開してください。朗読は続きます。ではその王座に座ったままご自分の周りのオーラの場を意識してください。内側からご自分のオーラを見てください。そして強化する必要のある場所がないかどうかチェックしてみてください。その部分がしっかりと強くなっていくのを感じてください。ご自分がそのオーラの場を修復しているのを感じます。もうあなたの周りは安全です。何者も入ってくることはできません。ここを離れる時が来ました。それではクリスタルの洞窟を出ます。岩穴の中へ戻るとあなたの背後で岩の扉が閉まります。そしてご自分がゆっくりと漂っていくのを感じてください。紫の色に包まれて上昇していきます。次は藍色に包まれます。今度は明るいブルー、緑、そして黄色、さらにオレンジ色、赤、ゆっくりと水の中を回転しながら上昇していきます。水面ではボートがあなたを待っています。水面に上がったらボートに乗ってください。ボートは先ほどの岩の通路をゆっくりと漂っていきます。
地底湖にまで戻ってきます。そして船着き場に到着します。ボートから降りて岩壁をくり抜いた螺旋階段を登っていきます。螺旋階段を登り切ったら特別の部屋に戻ってください。椅子の左側にある鏡を見てください。周りの縁取りのある美しい鏡です。鏡の上の方には金文字で成功と書いてあります。その下にはあなたの名前がやはり金文字で書かれています。この鏡に映し出されたものはすべてあなたの真実、あなたの現実、あなたの作り出すものとなります。その鏡の前に立ちながら頭の上からハイヤーセルフのエネルギーが入ってくるのを感じます。体の一つ一つの細胞の中にそのエネルギーが入ってくるのを感じてください。鏡の中に自分の姿が光のビーコンのように輝いているのが見えます。あなたから放射された光が周りにあるすべてのものに反射して帰ってきます。あなたが必要とするものがすべて映し出されていきます。時間やエネルギー、お金、愛といった豊かさがあなたのところに戻ってきます。健康や強さも戻ってきます。あなたが持っている真実の美しさ、内なる豊かさがご自分に戻ってきます。鏡の前に立ち、ご自分を強い姿として見てください。ご自分の内なる強い姿をその鏡の中に見て取ってください。あなたは好きな時にこの鏡を使うことができます。あなたがご自分の人生の中で作り出したいと思う変化をこの中で起こすことができるようになるのです。それでは部屋を出てください。一段一段階段を上っていきます。地上に向かってどんどん上っていきます。扉を開けて地上へ出て静かに扉を閉めます。そして平和な穏やかな気持ちでその美しい自然の中に座ってください。それでは今この瞬間へとゆっくりと戻ってきてください。ご自分の呼吸を意識し自然な呼吸へと戻していきます。ご自分の体を感じ少し動かしてください。手をグーパーグーパーさせたり足をブラブラと動かしてみたり肩を少し回してみたりしてください。ご自分で準備ができたと思ったら目を開けてください。完全にあなたは目覚め覚醒した状態となっているはずです。これでチャクラの瞑想の誘導瞑想朗読を終わります。ありがとうございました。